こんにちは。今日の講義は書籍暴力の人類史へです。スティーブン・ピンカー氏が表した本書は人類の暴力と平和に関する壮大な研究成果を詳細に綴った老作です。私たちは日々ニュースで戦争やテロ犯罪の報道を目にし世界が暴力に満ちているような印象を受けがちです。しかしピンカー氏はこの著書で実は人類の歴史を長期的に見れば暴力は着実に減少してきたという驚くべき事実を明らかにしています。本書は700ページにも及ぶ大著ですがその内容は非常に興味深く読者を飽きさせません。ピンカー氏は認知科学者であり進化心理学者でもあるため多角的な視点から人間の暴力性について分析しています。彼の論旨は明快で豊富なデータと具体例を用いて私たちの常識を覆すような主張を説得力豊かに展開しています。まず第1章異国では人類の暴力の起源に迫ります。先史時代や古代の社会における暴力の実態を詳細に描写し当時の人々の生活がいかに危険で残酷なものだったかを明らかにしています。例えば考古学的証拠から先史時代の人々の約 15% が暴力的な死を遂げていたことが分かっています。これは現代の社会と比べると驚くほど高い割合です。ピンカー氏は人類学者の調査結果も引用しながら未開社会における戦争や殺人の頻度の高さを指摘しています。例えばアマゾンのヤノマミ族では成人男性の約 30% が他者を殺害した経験があるそうです。これらの事実は私たちが想像する高貴な野蛮人のイメージとは大きくかけ離れています。第2章平和化のプロセスでは人類が徐々に暴力を抑制していく過程を分析しています。ピンカー氏によればこの平和化のプロセスは主に5つの要因によって推進されてきました。それは国家の形成、商業の発展、女性の地位向上、共感能力の拡大、そして理性の働きです。国家の形成は個人間の暴力を抑制する上で重要な役割を果たしました。中央集権的な権力が確立されることで個人的な復讐や血の争いが減少し法による紛争解決が一般化していきました。また商業の発展は異なる集団間の平和的な交流を促進し相互理解を深める効果がありました。女性の地位向上も社会の平和化に大きく貢献しました。女性は一般的に男性よりも暴力的でない傾向があり女性の社会的影響力が増すことで全体的な暴力レベルが低下したのです。さらに読書や教育の普及により人々の共感能力が高まり他者の痛みや苦しみを想像できるようになりました。第3章文明化のプロセスでは中世から近代にかけての西洋社会の変容を詳しく分析しています。ピンカー氏はドイツの社会学者ノルベルト・エリアスの文明化の過程理論を援用しながら人々の行動様式や感情の抑制が徐々に洗練されていく過程を描き出しています。例えば中世ヨーロッパでは公開処刑や拷問が日常的な光景でした。しかし時代が下るにつれてそうした残虐な行為は次第に忌避されるようになりより人道的な刑罰制度が発達していきました。また貴族社会におけるマナーの発達も暴力の抑制に一役買いました。食事の作法や会話の作法が洗練されていくにつれ粗暴な振る舞いは野蛮とみなされるようになったのです。第4章人道主義革命では18世紀の啓蒙思想が人々の価値観にもたらした大きな変化について論じています。この時期奴隷制度や拷問魔女狩りといった非人道的な観光に対する批判が高まり人権思想が広く浸透していきました。ピンカー氏はこの人道主義革命の背景には印刷技術の発達による読書の普及があったと指摘しています。小説や新聞を通じて人々は自分とは異なる境遇や文化を持つ人々の内面を想像できるようになりました。これにより他者への共感能力が高まり残虐な行為への嫌悪感が強まったのです。また科学的思考の発達も重要な要因でした。迷信や偏見に基づく暴力的な観光が合理的な批判にさらされるようになったのです。例えば魔女狩りの終焉には自然現象の科学的理解の進展が大きく寄与しました。第5章長い平和では
第二次世界大戦以降の国際社会における暴力の減少について論じています。ピンカー氏はこの時期を長い平和と呼び、大国間の直接的な武力衝突がほぼ皆無になったことを指摘しています。この長い平和をもたらした要因として、ピンカー氏は核兵器の抑止力、国際機関の発達、民主主義国家の増加、経済的相互依存の進化などを挙げています。特に民主主義国家同士はほとんど戦争をしないという民主主義平和論に注目し、その妥当性を様々なデータで裏付けています。さらに冷戦終結後の世界においても、局地的な紛争は依然として存在するものの、全体的な傾向としては暴力の減少が続いていることを示しています。例えば1990年代以降、内戦の数や規模は顕著に減少しており、これには国連の平和維持活動の拡大や国際社会の介入が貢献しているとピンカー氏は分析しています。第6章、新しい平和では、より身近な暴力、すなわち殺人や暴行、家庭内暴力などの減少傾向について論じています。ピンカー氏は20世紀後半から21世紀にかけて、多くの先進国で犯罪率が大幅に低下していることを示しています。例えばアメリカ合衆国では1990年代以降、殺人率が劇的に低下しました。ピンカー氏はこの犯罪率の低下の要因として、警察力の強化、刑罰の厳格化、薬物乱用の減少、経済的繁栄などを挙げています。また家庭内暴力や子どもへの虐待も、社会の意識変化や法整備により減少傾向にあることを指摘しています。本書の特筆すべき点は、こうした暴力の減少傾向を単なる印象論ではなく、膨大な統計データと歴史的証拠に基づいて実証的に示していることです。ピンカー氏は心理学者らしく、人間の認知バイアスにも注目し、なぜ私たちが世界を実際よりも暴力的だと感じてしまうのかについても考察を加えています。例えばメディアの報道バイアスがあります。ニュースは異常な出来事を報じる傾向があるため、日常的な平和な状況よりも暴力的な事件が注目されがちです。また人間の記憶にも偏りがあり、ショッキングな出来事ほど強く記憶に残りやすいのです。ピンカー氏はこうしたバイアスを克服し、長期的、対極的な視点で歴史を見ることの重要性を説いています。彼の主張によれば、人類は決して生まれながらに平和的な存在ではありませんが、理性と共感を働かせることで徐々に暴力を抑制し、より平和な社会を築いてきたのです。本書の内容は時に読者に衝撃を与えるかもしれません。例えばピンカー氏は人間の本性に内在する暴力性についても率直に論じており、私たちの中にある内なる悪魔の存在を認めています。しかし同時に、私たちには暴力を抑制し平和を施行する善なる天使の側面もあると主張しています。ピンカー氏の議論は単純な性善説や性悪説ではなく、人間の複雑な本性を踏まえた上で、社会制度や文化がいかに私たちの行動を形作るかを示しています。この点で本書は単なる歴史書ではなく、人間性に関する深い洞察を含んだ哲学書でもあるのです。本書の主張に対してはもちろん批判も存在します。例えばピンカー氏の統計データの解釈や暴力の定義の仕方について疑問を呈する研究者もいます。また現代社会における構造的暴力や環境破壊などの新たな形態の暴力について十分に考慮していないという指摘もあります。しかしこうした批判を踏まえてもなお、本書が提示する大きな歴史的展望は非常に示唆に富んでいます。ピンカー氏の議論は私たちに希望を与えると同時に、平和な社会を維持し発展させていくための責任を自覚させてくれます。本書を読むと、私たちは日々のニュースや目の前の出来事に一喜一憂するのではなく、より長期的な視点で世界の動向を見る必要性を感じるでしょう。また暴力の減少が決して自然な流れではなく、人類の意識的な努力の結果であることを理解することで、平和な社会を築くための私たち一人一人の役割の重要性も再認識できるはずです。暴力の人類史は、その豊富な内容と斬新な視点ゆえに、様々な分野の研究者や一般読者から高い評価を受けています。歴史学、
心理学、社会学、国際関係論など多岐にわたる学問分野の知見を総合した本書は、学際的研究の模範とも言えるでしょう。本書の魅力の一つは、ピンカー氏の明快な文体と巧みな例え話にあります。複雑な統計データや抽象的な概念を誰にでも理解できるように説明する彼の能力は卓越しています。例えば暴力の長期的な減少傾向を説明する際に、彼は暴力の長い下り坂というメタファーを用いています。これにより読者は複雑な歴史的プロセスを視覚的にイメージしやすくなるのです。またピンカー氏は随所に興味深いエピソードや逸話を織り交ぜており、読者を飽きさせません。例えば中世ヨーロッパの食事マナーの変遷や18世紀の公開処刑の様子など、具体的で生々しい描写は過去の社会の暴力性を鮮明に浮かび上がらせています。本書が提起する問いは、現代社会を生きる私たちにとって非常に重要です。例えばテロリズムや核兵器の脅威が存在する現代において、私たちはどのようにして平和を維持し、さらに発展させていけばよいのでしょうか。またインターネットやソーシャルメディアの発達により、人々の共感能力や理性的思考はどのような影響を受けるのでしょうか。ピンカー氏の分析によれば、教育の普及や情報へのアクセスの向上は人々の共感能力を高め、暴力を抑制する効果があります。しかし同時に、インターネット上の匿名性が攻撃的な言動を助長する可能性も指摘されています。こうした新たな課題に対して、私たちはどのように向き合っていくべきでしょうか。本書はこうした現代的な問題に対しても示唆を与えてくれます。ピンカー氏は理性と共感の力を信じ、教育や対話を通じて人々の意識を変えていくことの重要性を強調しています。彼の主張に従えば、暴力の減少は決して自動的に起こるものではなく、私たち一人一人の意識的な努力によって実現されるものなのです。ピンカー氏の著書は私たちに楽観主義的な未来像を提示していますが、それは単なる希望的観測ではありません。彼の主張は綿密な統計分析と歴史的考察に基づいています。しかしこの楽観主義は私たちの努力なしには実現しないことも強調されています。例えば国際協調や民主主義の発展、人権意識の向上など、暴力を減少させてきた要因を今後も維持し強化していく必要があります。また新たな形態の暴力、例えばサイバー攻撃や環境破壊などにも注意を払い、適切に対処していかなければなりません。さらにピンカー氏は教育の重要性も強調しています。批判的思考力や共感能力を育む教育は将来の暴力予防に大きな役割を果たすでしょう。またメディアリテラシーの向上も重要です。ニュースや情報を適切に解釈し、長期的なトレンドを見る目を養うことで、不必要な恐怖や偏見を減らすことができるでしょう。暴力の人類史は私たちに人類の進歩を再認識させると同時に、その進歩を維持し発展させていく責任を自覚させてくれます。本書は過去を振り返ることで未来への指針を示す、まさに温故知新を体現した著作と言えるでしょう。この本は単に暴力の歴史を追うだけでなく、人間社会の発展や人類の潜在能力について深い洞察を提供しています。ピンカー氏の議論は、私たちが持つ理性と共感の力を信じ、それらを育むことの重要性を説いています。本書を読み終えた後、読者は世界を見る目が変わるかもしれません。日々のニュースに翻弄されるのではなく、より長期的な視点で社会の変化を捉えられるようになるでしょう。そして暴力の減少が決して偶然ではなく、人類の意識的な努力の結果であることを理解することで、私たち一人一人が平和な社会の構築に貢献できるという希望を持つことができるはずです。ピンカー氏の暴力の人類史は、私たちに人類の可能性を信じる根拠を与えてくれる知的刺激に満ちた一冊です。この本は歴史家、社会学者、心理学者だけでなく、現代社会に生きる全ての人々にとって価値ある洞察を提供してくれるでしょう。私たちの過去を知り、現在を理解し、そして未来を形作るための重要な指針となる本書を、ぜひ多くの方に手に取っていただきたいと思います。さて、ここまで暴力の人類史上へ
についてお話しました。ここからは本書の内容をさらに深く掘り下げ、その意義や影響について考察していきましょう。ピンカー氏の著作は単に暴力の歴史を追うだけでなく、人間社会の本質的な変化を捉えようとする野心的な試みです。彼が提示する暴力の長い下り坂という概念は、私たちの世界観に大きな影響を与える可能性を秘めています。例えばピンカー氏は文明化のプロセスという概念を重視していますが、これはドイツの社会学者ノルベルト・エリアスが提唱した理論です。エリアスは中世から近代にかけてのヨーロッパ社会の変容を分析し、人々の行動様式や感情の抑制が徐々に洗練されていく過程を描き出しました。具体的には食事のマナーや身体衛生、他者との接し方などが時代とともに変化していったのです。例えば中世では食事の際に手づかみで食べることが一般的でしたが、次第にナイフやフォークの使用が広まっていきました。これは単なる作法の変化ではなく、自己抑制や他者への配慮の増大を示すものだとエリアスは考えました。ピンカー氏はこの理論を暴力の減少と結びつけ、社会の文明化が進むにつれて人々が自己の欲求や衝動をより効果的にコントロールできるようになったと主張しています。これは非常に興味深い視点で、私たちの日常生活における些細な変化が実は社会全体の暴力レベルの低下につながっているかもしれないのです。またピンカー氏は共感の輪の拡大についても言及しています。これは人々が他者の苦しみに対して感じる共感の範囲が歴史的に見て徐々に広がってきたという考え方です。かつては自分の家族や氏族のみに限られていた共感が、次第に同じ民族、同じ国民、さらには人類全体へと拡大していったというのです。この考え方は18世紀のスコットランドの哲学者アダム・スミスの道徳感情論にも通じるものがあります。スミスは人間には他者の感情を想像し共感する能力があると考えました。この能力が社会の基盤となり、道徳や正義の概念を形成すると主張したのです。ピンカー氏の議論はこのスミスの考えを現代的に発展させたものと言えるでしょう。例えば奴隷制度の廃止や女性の参政権獲得、動物の権利運動など、歴史的に見れば人々の共感の対象は確実に拡大してきました。しかしここで注意しなければならないのは、この共感の輪の拡大が必ずしも一直線に進んでいるわけではないという点です。時には後退することもあります。例えばナチスドイツによるユダヤ人迫害は、それまで拡大してきた共感の輪が急激に縮小した例と言えるでしょう。ピンカー氏の著作の魅力の一つは、こうした複雑な歴史的プロセスを豊富なデータと具体例を用いて分かりやすく説明している点にあります。例えば彼は中世ヨーロッパの殺人率と現代の殺人率を比較し、驚くべき現象を示しています。13世紀のイングランドでは10万人あたりの殺人件数が約23件だったのに対し、現代のイギリスでは1件未満です。この数字だけを見ても私たちの社会がいかに平和になったかが分かります。しかしピンカー氏はただ数字を並べるだけではなく、なぜこのような変化が起こったのかを詳細に分析しています。例えば彼は国家の形成と暴力の減少の関係に注目しています。中央集権的な国家が形成されることで個人間の暴力的な紛争解決が抑制され、法による紛争解決が一般化していったのです。これは政治哲学者トマス・ホップズのリバヤサンで展開された社会契約論とも通じる考え方です。ホップズは人間は自然状態では万人の万人に対する闘争状態にあり、そこから抜け出すために人々は自らの権利の一部を主権者に譲渡し平和を獲得すると考えました。ピンカー氏の議論はこのホップズの理論を歴史的データで裏付けたものと言えるでしょう。さらにピンカー氏は教育の普及と読書習慣の広まりが人々の共感能力を高め暴力を抑制する効果があったと指摘しています。これは18世紀の啓蒙思想家たちの考えとも一致します。例えばフランスの哲学者ディドロは読書が人々の道徳性を高め社会を改善すると考えました。実際識字率の向上と暴力の減少には相関関係が見られます。読書を通じて
人々は自分とは異なる境遇や文化を持つ人々の内面を想像し、理解する能力を養うことができるのです。これは、先ほど触れた共感の輪の拡大にも大きく寄与しています。ピンカー氏の著作の中で特に興味深いのは、長い平和と呼ばれる第二次世界大戦以降の時代に関する分析です。この時期、大国間の直接的な武力衝突がほぼ皆無になったことは、人類史上稀有な現象です。ピンカー氏はこの長い平和の要因として、核兵器の抑止力、国際機関の発達、民主主義国家の増加、経済的相互依存の進化などを挙げています。特に、民主主義国家同士はほとんど戦争をしないという民主主義平和論は、国際関係論の分野で大きな影響力を持つ理論です。この理論は、ドイツの哲学者イマヌエル・カントの永遠平和のためにという著作にその起源を求めることができます。カントは、共和制、現代の民主主義に相当の国家間では戦争が起こりにくいと主張しました。なぜなら、民主主義国家では市民が戦争の決定に関与でき、自らの生命や財産を危険にさらす戦争を容易には選択しないからです。ピンカー氏の分析は、このカントの洞察を現代のデータで裏付けたものと言えるでしょう。実際、第二次世界大戦以降、民主主義国家同士の戦争はほとんど発生していません。しかし、ここで注意しなければならないのは、この長い平和が必ずしも世界中の全ての地域で実現しているわけではないという点です。局地的な紛争や内戦、テロリズムなど、暴力の形態は変化しながらも依然として存在しています。ピンカー氏はこうした問題にも目を向けており、例えば冷戦後の世界における内戦の減少傾向を指摘しています。彼によれば、1992年をピークに内戦の数は減少しており、これには国連の平和維持活動の拡大や国際社会の介入が貢献しているとのことです。ここで興味深いのは、ピンカー氏が暴力の減少を単なる偶然や自然な流れではなく、人類の意識的な努力の結果だと捉えている点です。つまり、私たち一人一人が平和な社会の構築に貢献できるという希望を与えてくれるのです。例えば、教育を通じて批判的思考力や共感能力を育むこと、メディアリテラシーを向上させること、民主主義的な制度を支持し発展させることなど、私たちにできることは多くあります。ピンカー氏の著作は、こうした個人の努力が積み重なって大きな社会変革につながる可能性を示唆しているのです。これは、社会学者のマックス・ウェーバーが提唱した、価値合理的行為の概念とも通じるものがあります。ウェーバーは、人間の行動を目的合理的行為、効率や利益を追求する行為と価値合理的行為、倫理的、宗教的な価値に基づく行為に分類しました。ピンカー氏の議論に従えば、暴力の減少は人類が価値合理的行為を積み重ねてきた結果と言えるでしょう。つまり、私たちは単に自己の利益だけでなく、より大きな価値、平和や人権などを追求することで、社会全体を変革してきたのです。しかし、ピンカー氏の楽観的な見方に対しては批判も存在します。例えば、彼の統計データの解釈や、暴力の定義の仕方について疑問を呈する研究者もいます。また、現代社会における構造的暴力や環境破壊などの新たな形態の暴力について、十分に考慮していないという指摘もあります。構造的暴力とは、ノルウェーの平和学者ヨハン・ガルトゥングが提唱した概念で、社会構造や制度によって引き起こされる間接的な暴力を指します。例えば、貧困や差別、教育機会の不平等なども、広い意味では暴力と捉えることができます。こうした批判は、ピンカー氏の議論をより深化させる上で重要です。なぜなら、これらの批判を通じて、私たちは暴力や平和の概念をより広く、深く理解することができるからです。例えば、環境破壊を暴力の一形態と捉えるならば、気候変動対策や生物多様性の保全なども、広い意味での平和構築活動と言えるでしょう。これは、ノルウェーの哲学者アルネ・ネスが提唱した、ディープエコロジーの考え方とも通じるものがあります。ネスは、人間中心主義的な世界観を超えて、生態系全体の調和を重視する思想を展開しました。この視点から見れば、自然環境の破壊は生態系全体に対する暴力と捉えることができます。
ピンカー氏の著作は、こうした多様な視点を踏まえつつ、人類の歴史を大局的に捉える試みとして評価できるでしょう。彼の議論は、私たちに希望を与えると同時に、新たな課題も提示しているのです。例えば、インターネットやソーシャルメディアの発達が人々の共感能力や理性的思考にどのような影響を与えるのか、グローバル化が進む中で、共感の輪をさらに拡大させていくにはどうすればよいのか、といった問いは、今後さらに探求されるべきテーマでしょう。また、ピンカー氏の議論は、私たちが日々接するニュースや情報をどのように解釈すべきかについても示唆を与えてくれます。メディアは往々にして異常な出来事や暴力的な事件を報じる傾向がありますが、それらを長期的、大局的な視点で捉え直すことの重要性を本書は教えてくれるのです。これはメディア研究の分野でも重要なテーマとなっています。例えば、アジェンダ設定理論や培養理論といったメディア効果論は、マスメディアが私たちの現実認識にどのような影響を与えるかを分析しています。ピンカー氏の著作は、こうしたメディア研究の知見とも結びつけて考察することができるでしょう。さらに、ピンカー氏の議論は、教育のあり方についても重要な示唆を与えています。批判的思考力や共感能力を育む教育は、将来の暴力予防に大きな役割を果たすと考えられるからです。これは、ブラジルの教育学者パウロ・フレイレの非抑圧者の教育学とも通じる部分があります。フレイレは、教育を通じて人々が自らの置かれた状況を批判的に分析し、社会変革の主体となることを目指しました。ピンカー氏の議論を踏まえれば、こうした批判的教育は、単に知識を詰め込むだけでなく、平和な社会を構築する上で重要な役割を果たすと言えるでしょう。ピンカー氏の著作は、私たちに人類の進歩を再認識させると同時に、その進歩を維持し発展させていく責任を自覚させてくれます。彼の議論は、単なる楽観主義ではなく、データに基づいた希望を提示しているのです。例えば、国際協調や民主主義の発展、人権意識の向上など、暴力を減少させてきた要因を今後も維持し、強化していく必要があります。また、新たな形態の暴力、例えばサイバー攻撃や環境破壊などにも注意を払い、適切に対処していかなければなりません。ピンカー氏の著作は、こうした現代的な課題に対しても示唆を与えてくれます。彼は、理性と共感の力を信じ、教育や対話を通じて人々の意識を変えていくことの重要性を強調しています。これは、ユネスコの設立理念にも通じるものがあります。ユネスコは、戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならない、という理念を掲げています。ピンカー氏の議論は、この理念を科学的に裏付けるものと言えるでしょう。暴力の人類史は、私たちに人類の可能性を信じる根拠を与えてくれる、知的刺激に満ちた一冊です。この本は、歴史家、社会学者、心理学者だけでなく、現代社会に生きる全ての人々にとって、価値ある洞察を提供してくれるでしょう。私たちの過去を知り、現在を理解し、そして未来を形作るための重要な指針となる本書は、長期的な視点で社会の変化を捉え、私たち一人一人が平和な社会の構築に貢献できるという希望を与えてくれます。ピンカー氏の著作は、人類の歴史を大局的に捉える試みとして高く評価され、今後も多くの議論を喚起し続けることでしょう。さて、ここまで、暴力の人類史上についてお話ししました。ここからは、この著作が提起する重要な問いや、現代社会への示唆について、さらに掘り下げて考えていきましょう。本書の革新的な主張、つまり人類の歴史における暴力の長期的な減少傾向は、私たちの日常的な感覚とは相反するものかもしれません。日々のニュースを見ていると、世界は暴力に満ちているように感じられるからです。しかし、この感覚のギャップこそが、本書の重要な論点の一つとなっています。私たちの認知には様々なバイアスがあります。その一つが、利用可能性ヒューリスティックと呼ばれるものです。これは、思い出しやすい出来事を過大評価してしまう傾向のことです。例えば、飛行機事故のニュースを見ると、飛行機の危険性を過大評価してしまいがちです。同様に、暴力的な出来事は印象に残りやすいため、
世界全体の暴力レベルを過大評価してしまう傾向があるのです。この認知バイアスはメディアの報道傾向とも相まって私たちの世界認識を歪めてしまいます。ジャーナリズムの世界には悪いニュースは良いニュースという格言がありますが、これは平和な日常よりも衝撃的な事件の方がニュースバリューが高いことを示しています。その結果、メディアは暴力的な出来事を過剰に報道する傾向があり、それが私たちの世界認識をさらに歪めてしまうのです。ここで重要なのは、こうしたバイアスを認識し、より客観的な視点で世界を見る努力をすることです。本書が提供する長期的な統計データはまさにそのための貴重な資料となります。例えば20世紀は2つの世界大戦があったにもかかわらず人類史上最も平和な世紀だったという事実は多くの人にとって驚きかもしれません。しかしここで注意しなければならないのは、こうした長期的な暴力の減少傾向が決して自動的にあるいは必然的に起こるものではないという点です。むしろこれは人類の意識的な努力の結果であり、その努力を怠ればいつでも逆戻りする可能性があるのです。ここでフランスの哲学者ミシェル・フーコーの権力論を参照すると興味深い視点が得られます。フーコーは近代社会における権力の在り方の変化を分析し、比率権力という概念を提唱しました。これは直接的な暴力や威嚇ではなく、監視や規範化を通じて人々の行動を統制する権力の在り方を指します。フーコーの視点から見ると、暴力の減少は必ずしも純粋に肯定的な減少ではなく、より巧妙な形の社会統制の表れかもしれません。例えば現代社会における監視カメラの普及やソーシャルメディアを通じた個人情報の収集などは、直接的な暴力は減らすかもしれませんが、新たな形の権力行使や自由の制限をもたらす可能性があります。このように暴力の減少という現象を単純に喜ぶだけでなく、その背後にある社会の変化や新たな課題にも目を向ける必要があるでしょう。さらに本書の議論を現代的な文脈に置き換えて考えることも重要です。例えばインターネットやソーシャルメディアの発達は人々の共感能力や理性的思考にどのような影響を与えているでしょうか。一方ではインターネットを通じて世界中の情報にアクセスできるようになったことで、異文化理解や共感の輪の拡大が促進されているという見方があります。実際ソーシャルメディアを通じて遠く離れた地域の人々の苦境を知り、支援の輪が広がるといった事例も多く見られます。しかし他方で、いわゆるエコーチェンバーやフィルターバブルの問題も指摘されています。これはソーシャルメディアのアルゴリズムによって自分と似た意見の情報ばかりに接するようになり、異なる意見や視点に触れる機会が減少してしまう現象を指します。これは共感の輪の拡大どころか、むしろ分断や対立を深める可能性があります。こうした現代的な課題に対して本書の議論はどのような示唆を与えてくれるでしょうか。一つの可能性として教育の重要性が挙げられます。批判的思考力や多様性への理解を育む教育は、こうした技術の負の側面を緩和し、むしろそれらを平和構築のツールとして活用する力を養うかもしれません。また本書の議論は国際関係の分野にも重要な示唆を与えています。特に民主主義平和論と呼ばれる理論は注目に値します。この理論は民主主義国家同士はほとんど戦争をしないという経験的観察に基づいています。この理論の背景には、民主主義国家では市民が戦争の決定に関与でき、自らの生命や財産を危険にさらす戦争を容易には選択しないという考えがあります。また民主主義国家間では外交交渉や経済的相互依存などの平和的な紛争解決手段が発達しているという点も指摘されています。しかしこの理論にも批判はあります。例えば民主主義の定義の問題や、民主主義国家が非民主主義国家に対して行う軍事介入の問題などが指摘されています。また民主主義国家間でも経済的な対立や貿易戦争などの形で紛争が生じることもあります。ここで重要なのは、民主主義そのものが自動的に平和をもたらすわけではなく、それを支える市民の意識や制度の質が重要だという点です。つまり形式的な民主主義制度を導入するだけでなく、市民の政治参加や批判的思考力、
多様性への寛容さなどを育む努力が必要なのです。この点で本書の議論は単なる楽観論ではなく、私たち一人一人に責任と可能性を示唆しているのだと言えるでしょう。つまり暴力の減少は人類の意識的な努力の結果であり、その努力を継続しさらに発展させていく必要があるのです。ここで教育学者パウロ・フレイレの意識化の概念が参考になります。フレイレは教育を通じて人々が自らの置かれた状況を批判的に分析し、社会変革の主体となることを目指しました。本書の文脈で考えれば、私たち一人一人が暴力の問題を批判的に考察し、平和な社会の構築に向けて行動する主体となることが重要だということになります。具体的には、日々のニュースや情報を批判的に読み解く力を養うこと、異なる文化や価値観を持つ人々との対話を積極的に行うこと、そして身近な社会問題に対して主体的に関わっていくことなどが挙げられるでしょう。また本書の議論は国際協力や開発援助の分野にも重要な示唆を与えています。例えば紛争後の社会再建や平和構築の過程において、単に物理的なインフラを整備するだけでなく、教育や文化交流を通じて人々の意識を変えていくことの重要性が浮かび上がってきます。ここでノルウェーの平和学者ヨハン・ガルトゥングの積極的平和の概念が参考になります。ガルトゥングは単に戦争や暴力がない状態を消極的平和と呼び、それだけでは不十分だと主張しました。真の平和、つまり積極的平和は、社会正義が実現され構造的暴力が解消された状態を指すのです。本書の議論をこの観点から見ると、暴力の減少は確かに重要な進歩ですが、それだけでは十分ではありません。貧困や差別、教育機会の不平等といった構造的暴力の解消に向けても、私たちは努力を続けていく必要があるのです。さらに本書の議論は環境問題にも新たな視点を提供してくれます。地球温暖化や生物多様性の喪失といった環境問題は直接的な暴力ではありませんが、長期的に見れば人類の生存を脅かす重大な脅威です。これらの問題も広い意味では暴力の一形態と捉えることができるでしょう。この観点から見ると、環境保護活動や持続可能な開発への取り組みも広い意味での平和構築活動だと言えます。実際環境破壊が紛争の原因となったり、紛争が環境破壊を引き起こしたりする環境紛争の問題も指摘されています。ここでアメリカの生物学者レイチェル・カーソンの沈黙の春を思い出すことができるでしょう。この著作は農薬の無秩序な使用が生態系に及ぼす影響を警告し、環境保護運動の先駆けとなりました。カーソンの視点は人間と自然の関係性を問い直し、より広い意味での平和を考えることの重要性を示唆しています。本書の議論をこうした環境問題の文脈に置いてみると、人類が直接的な暴力を減少させてきたように、環境に対する暴力も減少させていく可能性が見えてきます。実際近年では再生可能エネルギーの普及や循環型経済の概念など、環境に配慮した技術や社会システムの開発が進んでいます。しかしここでも楽観視は禁物です。環境問題の解決には個人の意識改革から国際的な協調まで、様々なレベルでの取り組みが必要です。本書の議論が示唆するように、これも人類の意識的な努力なしには実現しません。さらに本書の議論はテクノロジーの発展と人間性の関係についても考えさせられます。例えば人工知能 AI や遺伝子工学の発展は人間の能力を飛躍的に向上させる可能性がある一方で、新たな形の不平等や倫理的問題を引き起こす可能性もあります。ここでイギリスの作家オルダス・ハクスリーの素晴らしい新世界を参照すると興味深い視点が得られます。この小説は科学技術の発展によって物質的には豊かになったものの、人間性が失われてしまった未来社会を描いています。本書の議論と合わせて考えると、テクノロジーの発展が必ずしも人間性の向上や社会の進歩につながるわけではないという警告が浮かび上がってきます。つまりテクノロジーの発展と並行して倫理的な考察や人間性の寛容も重要だということです。例えば
AI の発展に伴う倫理的問題について考えてみましょう。 AI が人間の仕事を奪うのではないかという懸念や、自律型兵器システムの開発に関する倫理的問題など、様々な課題が指摘されています。これらの問題に対処するためには、技術開発だけでなく哲学的、倫理的な議論も必要不可欠です。ここで日本の哲学者鈴木大拙の禅の思想が参考になるかもしれません。鈴木は西洋の科学技術文明と東洋の精神性の融合を提唱しました。彼の思想に基づけば、テクノロジーの発展と並行して内面の充実や精神性の寛容も重要だということになります。本書の議論と合わせて考えると、暴力の減少や社会の進歩は単に外的な条件の改善だけでなく、人間の内面の成長も必要だという洞察が得られます。つまり、教育や文化、芸術などを通じて人間の精神性や倫理観を高めていくことも、平和な社会の構築には不可欠なのです。また、本書の議論はグローバル化が進む現代社会における文化の多様性と普遍的価値の問題にも示唆を与えています。暴力の減少という普遍的な傾向がある一方で、その実現の仕方は文化によって異なる可能性があります。例えば、日本の江戸時代における刀狩りは、武士以外の一般人が刀を所持することを禁止し、暴力の抑制に大きな役割を果たしました。これは西洋とは異なる形での暴力抑制の例と言えるでしょう。こうした文化的多様性を尊重しつつ、普遍的な平和の実現を目指すという課題は、現代のグローバル社会における重要なテーマです。ここでインドの経済学者アマルティア・センの人間の安全保障という概念が参考になります。センは単なる国家の安全保障ではなく、個人の尊厳や基本的人権の保障を重視する考え方を提唱しました。この視点から見ると、暴力の減少は単に物理的な安全の確保だけでなく、人間の尊厳や自由の拡大とも密接に関連していることがわかります。つまり、文化的多様性を尊重しつつ、普遍的な人権や尊厳の概念を発展させていくという困難ではあるが重要な課題が浮かび上がってくるのです。本書の議論は、こうした複雑な現代社会の課題に対しても長期的、対極的な視点を提供してくれます。暴力の減少という大きなトレンドを踏まえつつ、新たな形の暴力や不平等にも注意を払い、より包括的な平和の実現を目指すことの重要性を示唆しているのです。結局のところ、本書が私たちに投げかけているのは、人類の可能性への信頼と、その可能性を実現するための不断の努力の必要性です。暴力の減少という歴史的傾向は、人類が理性と共感を働かせることで、より良い社会を築くことができるという希望を与えてくれます。しかし同時に、この傾向は決して自動的に続くものではなく、私たち一人一人の意識的な努力によって支えられているという事実も忘れてはなりません。日々のニュースに一喜一憂するのではなく、長期的な視点で世界の変化を捉え、自らの役割を考えることが重要なのです。本書は、過去を振り返ることで未来への指針を示す、まさに温故知新を体現した著作と言えるでしょう。私たちの過去を知り、現在を理解し、そして未来を形作るための重要な洞察を提供してくれるのです。この本が提起する問いと示唆を、私たち一人一人が真摯に受け止め、より平和で公正な社会の実現に向けて行動していくことが求められているのではないでしょうか。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、心身ともに健康であることが、充実した人生を送るための基盤となるからです。健康な体があってこそ、日々の活動や学びに集中できますし、自信を持って社会生活を送ることができます。そこで今日は、健康と美容を両立させるための画期的なサービス、ライザップについてお話しします。ライザップは、結果にコミットをモットーとする革新的なプライベートジムです。テレビ CM でもおなじみの結果にコミットするというフレーズで話題のパーソナルトレーニングジムで、自信を持ってご案内させていただきます。ライザップの最大の特徴は、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングです。これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にとって、この点は大きな魅力となっています。トレーナーがあなた専用のプログラムを作成し、
一緒に目標に向かって頑張ってくれるので、モチベーションを保ちやすいのです。またライズアップでは食生活やメンタルのマネージメントにも力を入れています。無理な食事制限はありません。むしろ食べられるダイエットとして知られています。これは単に体重を落とすだけでなく、健康的に痩せ理想の体を手に入れることを目指しているからです。さらにリバウンドしにくい体作りにも注力しているので、長期的な健康維持にも効果的です。ライズアップのトレーニングは1日50分、週に2回という無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人でも続けやすいプログラムになっているのです。また完全個室のプライベートな空間で行われるので、人目を気にせずトレーニングに集中できます。ライズアップの自信の表れとして30日間無条件全額返金保証も実施しています。これはライズアップが自社のサービスの効果に絶対の自信を持っている証でもあります。さらにライズアップは単なるダイエットサービスを超えて総合的な健康管理サービスへと進化しています。専属のトレーナーだけでなく、カウンセラーや医療機関、管理栄養士、データ分析専門家がチームを組んで顧客のサポートをしているのです。これにより体重減少だけでなく総合的な健康の向上を目指しています。ライズアップの顧客体験戦略も注目に値します。フルマラソンを走りたい、結婚式で綺麗なドレスを着たい、健康になりたいなど、一人一人の顧客の気持ちや思いに寄り添い、それに対して結果にコミットすることを目指しています。これは単なるダイエットサービスを超えた人生のサポートサービスと言えるでしょう。ライズアップの成功の秘訣はこのような徹底的な顧客サポートにあります。新人教育を受けたトレーナーたちが定期的に研修施設でトレーニングの方法を学んだり、サービスの品質を確認したりしています。このライズアップメソッドによって 52kg 減量、 38kg 減量などの驚異的な実績が生まれているのです。ライズアップは今後さらに包括的な分野で健康で幸福な人生を支援していく方針です。多くの人々にそのメソッドを体験してもらう健康宣言を発表しており、社会に健康への関心が高まる中でそのニーズはさらに高まっていくことが予想されます。ライズアップの成功は単に低コスト経営を実現したからではありません。お客様とサービスを提供するライズアップとの関係における絆、すなわち顧客との深い関係性の高さにあるのです。ライズアップは顧客の期待を上回る感動を提供することで強い共感を得ています。このようにライズアップは単なるダイエットジムを超えた総合的な健康・美容サービスとして進化を続けています。健康で美しい体を手に入れたい、自信を持って人生を歩みたいと考えている方にとって非常に魅力的なサービスと言えるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。